で一番いいのは何の前で取るかな。顔の前投げてください。顔の前で取る。でなんで顔の前で取るの。一番何があるから。一番手があるから。ここにここで取るのは一番パワーがあるから。これな、顔の前で取るの一番パワーがある。だからどこ取るときも全部顔の前で取るから、顔の前で取るな。じゃあ手はもう顔の前に置いといたら一番いいやんな。あ、何が顔の前に置いといたら、ここに来んやから、ここに来んやからな。でもさ、例えばここに来ないで、ここに来たら手出せへんやんな。あっちにもこっちにも手出せやなかった。その時に顔の前をキャッチする、あ、もっと大丈夫、ここで取ったこの手の形あるやんな。この手の形からいろんなとこ手出すためには、この肩と肘このまま置いといて、みんなやってみてはる、真似して真似して、手だ、肘動かしたらあかんねん。手を広げて肩の幅まで、そうそうそう、ほんでそのまま肩の高さまで下ろしてくる。 OK、 ここで構えて、ほんだら投げて、顔の前、こう来たらもうちょっと前からでいいけど、顔の前、顔の前に肘を曲げれば顔の前にボール来る。わかるかな。せやのにボール来たら手を、いや前に出してる人いる。さっきのナルもそうなの。シュートが来て手を前に出したら、怖いからボール来て自分も手前に出したら、こうだよ、どうなるか。取りにくいやんな、弾くやんな。ボールは向かってくるから振るの待っといて、来たら肘曲げて、来たら掴む。見てな、こうやって手出す人は失敗する。ボール来たら肘曲げて来たとこを掴む、顔の。でもう一個な、高台、荒木さんにずっと何て言われてる、最後までボールを見るな。荒木さんの顔見てな、もっと近くないで、ボール見てないとのマネするよ、言うと見てな、ボール見てないと、わかる、最後見てな、見てるこれ、ボール見てる、もうよく見て、ボール見てるこれ、見てないな。荒木さんやってほしいになるよ、最後までボールを見る、こういうこと、最後までボールを見るってこういうこと、違いわかるな。オッケー、それ意識してもう一回。最後までボールを見る。はい、どんどん。手を出さない。そういうことやな。来るから、顔の前に。顔の前にボール来るから。さあ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 。たんどいて、来る。掴む。そう、ナイス。じゃあ、たんどいて、たんどいて。はい。オッケー。ちょっと前出しようかな、最後かな。はい、はい。線の上。線の上です。そういうことです。はい、はい。最後までボール見る。オッケー。ちょっと手出しようかな。顔の前、そう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 、今ので今ので今、はい、やってみようか、よい、さあ、だんだん、はい、大きい、悪くないよ、さあ、ラストいくか、はい、手で投げるか、手出すんな、じゃない、手を出さない、ナイスか、やるか、今のもさ、取ったポイントがここない、手のひらどっち向いてる、下向いてるやんな、そうやったら相手向くと思う、肘を曲げる、曲げて。そう、曲げたら手のひら相手向かって顔の前になるやん、そのまま掴んで、そういうことやな、もう一回言って、手出したらあかんや、手出したら我慢して、そういうことやな、来たら掴めるから絶対、待っといて、なんかちょもう一回行こうか、もう一回手の方まだ手がこうやん、もっと肘曲げて、肘曲げて曲げて、そやな、全然顔の前でいいから、はい、体の遠くからって、もう一回行こうか、見てないな、もう一回行こう、最初のフィニッシュがあるかな、ちょっとな、はい、そう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 、これ見てな、はいはい、オッケーオッケー、ナイス、いいぞ、これ行くか、はい、行こうか、今手出したの分かるかな、構えて、まだやって、やって、やって、オッケー、この時にさ、顔に当たるにはどうしたら顔に当たる、落ちた、顔当たるな、これ自分で避けへん限りは顔にボール当たる、当たらへんな、じゃあこれ怖い、怖くないな、じゃあ我慢して、やらなくて、自分の手がピョーンっていかへん限りは大丈夫やから、はい、板の掴む、ナイス、うまい、オッケー、いや、ちょっと水飲んできて、